ズちゃんもライムちゃんも消えちゃうなんて。サナエ、それにひなこちゃんともせっかくお友達になれたのに、その記憶も消えちゃう。こんなのって。どうしたら。私にもわかんないよ。ごめんなさい。ひなこちゃんの方がずっと辛いはずなのに。ううん、そんなことない。悲しいものは悲しいんだからしょうがないよ。ひなこちゃん、私絶対またひなこちゃんとお友達になる。え、たとえ記憶をなくしたとしても絶対ひなこちゃんとお友達になる。ゆずちゃんとライムちゃんのことも絶対に忘れない。一体どうやって。わからない、でも絶対に忘れない。そうなるように祈ってる。今の私にできることはそれくらいだから。その絵、ひなこちゃん、もし私にお手伝いできることがあったら言って。私頑張るから。うん、ありがとう。自分にできることか。今の私にできることは。サラサ、この間はごめん。まだ悩んでるわけ？どうしたらいいのかわからないよ。幻象を倒したら世界は救われるのかもしれないけど、ユズとライムはいなくなっちゃって、その記憶もなくなる。怖いの。二人がいなくなるのも記憶をなくすのも全てがなかったことになるのが。それは違うんじゃない？え？確かに記憶はなくなるのかもしれない。ひなこのリフレクターとしての記憶も、私たちの思い出も。でも今なら未来を信じられるはず。こうして分かり合えて、バレエがなくても輝けると分かったはず。ユズとライムのおかげで未来を信じられる。そろそろ。私は信じてるわ。記憶がなくなっても私たちはこうしてまた仲良くなれる。そしてひなこも今みたいに輝けるエトワールになれる。決めるのはひなこ。私たちはそれに従う。けど後悔しないようにね。うん、ありがとう、サラさん。まだ決心がついてないの？うん。なんで笑うの？ごめんごめん、最初に会った時とは立場が逆だと思っておかしくなっちゃって。最初って凛の告白の相談のこと？うん、あの時ひなこは私に言ったよね。まずは動き出さなきゃ何も変わらないって。うん、今回のこともきっと同じだよ。まずは動いてみること、いろんな人に話を聞いてみて考えること。そうすればそのうち答えは出ると思うよ。リン、ほらもっとみんなと話してきて。それがきっとひなこのためだよ。うん、ありがとう。お、来たな。うん、煮え切らないな。なんか昔の白井に戻ったみたいだ。え、初めて喋った時は
今みたいに自分を何一つ信じられないって顔してネガティブな空気だった。最近は全然違ってたけど。それはそうかも。ユズとライムのおかげで私は変われたんだと思う。リフレクターになってみんなのフラグメントに接してバレエを通してでなくても人とも関われるようになったけど、二人がいなくなったらまた私は。それは違うんじゃないか。え、リフレクターとかフラグメントとかユズキとライムのおかげで変われた部分もあると思う。だけどそれは白井自身が頑張ったからだろ。もっと自分を信じなよ。ユズキとライムが信じてくれた自分のことをさ。その上で決めるといいさ。白井があの二人のためにできるのは何かをね。うん、そうだね。ありがとう、ケイ。大変なことになったね。うん、多分何かしてもいろいろと改変されちゃうんだろうし、何かいい方法ないかな。方法？そう、現象を倒した後記憶を取り戻す方法。え？だって最後の原始がいなくなったら全部今までのことを忘れちゃうんでしょ。そんなの嫌じゃん。だから思い出す方法を考えてるの。忘れないようにする方法じゃなくて。そっちはどうしようもない気がするんだよね。倒したタイミングで消されるって明言されてるわけだし、なら椅子を忘れちゃう前提で考えた方がいいのかなって。アコらしいね。そう？うん、でもそういうの前向きでいいと思う。白井ちゃん安心して。ジャーナリスト魂にかけて私は記憶をなくしてもこの真実を語り継いでみせるから。アコ、うん、ありがとう。せっかくお友達になれたのにそんなのってないよね。うん、ちょっと私ユズちゃんとライムちゃんを探してくる。え、急にどうしたの？最後の戦いなんでしょ？だったらせめてこの間以上に可愛くしてあげたいから。髪をバッチリ決めてメイクもしてすっごく可愛いコーディネートをして女子力最強にしてあげるんだから。しおり、これが私にできることだから。ひなこちゃん、あなたがあの二人にできることは何？それは後悔しないようにね。私にできること。私、ユズさんとライムさん消えちゃうって聞いて、これ、これはお守り。私にできるのこれくらいだから。ちひろ、ありがとう。ひなこさんも自分のしたいように、それがみんなの願いだと思うから。うん、
丈夫？うん。うわぁ、明らかに強がり言われちゃったわ。これ見よがしに悩んでる風なのに、超へこんでるのに。けど、本人は隠してるつもりだろうから、指摘しちゃダメだよね。なんて気遣いできる私、マジイケジョ。ほら、元気出して、ね。漏れてる上に、最後の発言もド直球だね。うん。けど、ありがとう。少し元気が出たよ。それは、素直に喜んでいいのか、困る反応なんだけど。でも、そうね。白井さんはそのくらいまっすぐ考えた方がいいと思う。え、ゆずさんとライムさんが原始を倒したいと願ってる。なら、それを叶えるのが一番二人のためだと思うの。それは。もう一度考えたらいいんじゃない？きっと答えは出てる気がするし。ひなこちゃん、どうするか決めた？まだ。私、どうすれば。私は、ゆずちゃんとライムちゃんの言うこと、聞いてあげた方がいいと思う。え？だって、二人ともずっと悩んで決めたことだと思うから。だったら、そのお願いは聞いてあげたい。二人とも、それが自分たちの、ううん、みんなのためだと思って、決めたんだと思うから。リカ。だけど、最後に決めるのはひなこちゃんだよ。きっと、それを望んで、ゆずちゃんとライムちゃんは打ち明けたんだと思うから。ひなこちゃんに自分たちの気持ちを分かってほしくて、自分たちの気持ちを分かってもらった上でひなこちゃんに決めてほしくて。まだ時間はあるみたいだし、少し考えてみて。いつでも相談に乗るから。うん、ありがとう。まだ決めきれてないの？私は少しわかるよ、ひなこの気持ち。リカから陸上に誘われた時に、少し似てる。相手が自分のことを考えてくれてて、きっとそっちの方がいいってわかってても、自分に自信が持ててない。本当にそうする意味があるのか、自分にそこまでの価値があるのか。けど、こっちにはこっちの都合ってものがあるっての。理屈ではそうだって分かってても、そうするのがいいって分かってても、できないことだってあるじゃん。感情が必ずしもそれについてこないこともあるっていうかさ。だから、私はこのまま原種にとどめを刺さないってのもありだと思ってる。え？本当に？うん。そっか。けど、ひなこはそう思ってないんでしょ？え？そうじゃなかったら、今の私の発言に驚かないと思う。ひなこは、自分のやるべきことを分かってるんでしょ？ただ、それがしんどすぎる選択だから、戸惑ってるだけなんじゃないの？あ、私から言えるのは一つだけ。後悔しないように。ね。うん。すまなかった。え、いきなり何？ゆずきとライムのことだ。元はといえば、私が二人を追い詰めてしまったのが原因かもしれない。マオの一件の時、私が黙っていれば二人は真相を語らずに済み、我々は
気づかぬうちに危機を切り抜けていたのかもしれない。そうすれば君もこんなに苦しまなくて済んだのかも。そう思うとな。それは違うよ。確かに真実を知っちゃったことは苦しいよ。でもきっと何も知らなかったら後悔すると思う。だがそのことすら忘れてしまうのだろう。だとしてもだよ、たとえ忘れるのだとしても、事情を知らなかったら二人の本当の思いを聞こうとも思わなかった。なんで黙っていたのか、どういうつもりだったのか、もしかしたら何かの奇跡で記憶が戻るかもしれない。その時に後悔したくないから。何？いや、表情が暗いので心配していたが、大丈夫そうだと思ってね。多分君は自分の中で導いた答えに気づいていないだけだ。え？あとは決断につながる最後の一押しさえあれば、君は前に進めると思う。まあじっくり考えるといい。と言っても残された時間はそう多くなさそうだがね。ユリ、うん、ありがとう。こんなところで何をしているのよ。マオ、何を悩む必要があるわけ？負けたら死ぬんだから勝つしかないでしょ。あなたが負けるとこっちまで死ぬことになるの分かってるわけ？分かってるよ。じゃあその力を私によこしなさい。そうしたら私が代わりに戦ってあげる。まああの二人は消えちゃうだろうけど、いえ、いっそ先にあの二人がいなくなっちゃった方が戦う覚悟が決まるかしら。マオ、なんてこと言うの。二人が、ユズとライムがどんな思いで。それを今のあなたが言うの？原種と戦っても倒せない、仲間に勇気づけられても心を決められない、そんなあなたがあの二人の思いとやらを考えているって言えるのかしら。それは、仮にこのままずっとあの原種を倒さずにいたとしましょう。そうだよ。そうすれば二人ともずっと一緒に。幻の中で生きるの？それが現実じゃないと分かっていながら。それにそうこうしているうちに私たち以外の人間が滅ぼされたらどうするの？全世界の人間が原種のせいでおかしくなったら？そんな状態のまま世界を維持できると思っているの？やめて！分かってる！そんなのは分かってる。だけど分かっているならちゃんと前を向きなさい！あなた前に言ったわよね、みんなの思いを信じてるって。今のあなたはどうなのかしらね。それはいつまで甘ったれてる気？もう今残された選択肢は2つ。あなたが原種を倒してあの二人の希望を叶えるか、原種に殺されて絶望の中で死ぬかのどっちかなのよ。選びなさい。それがあなたの責任でしょう。
ユズ、ライム。あら、二人だけで戦うつもりかしら。そりゃそうよね。大切なあなたを守りたいんだから。あなたはどうするの？私は、そんなの決まってる。二人はいつだって私のために動いてた。そして今も私を、みんなを、この世界を守るために戦おうとしてる。自分たちの命をかけて。なら私が二人のためにできることは。まったく世話の焼ける。今回だけよ。